続いてはおいでおいでおいで村でございます。ラジオニュース葉脈。おい有吉、おいら4000年前からこの事態予測して旅に出て伝説の化け物たちさ連れてきたっぺよ。チンコの形した芋食ってアナルからディルドを出すオクラホマパスタマシン800年土に埋まって地上で3時間しか生きられないセミ細かく刻んだ生姜をアナルに詰めて絶対風邪をひかない草野仁志腕はローター、頭が電マ、足がアナルビーズの石原良純。腐った卵を最大300発連射可能のアナルを持ちひたすら性病を移してくるジャスティン・ビーバー。いや、こんだけ精鋭たち集めればどんなことがあっても大丈夫だ。有吉、今度シャンパンおごるで村さ来いよ。絶対行きたくねえ怖すぎるだろ。ラジオネームウルトラ。おい有吉さん、このティッシュ見てくれ。昨日寝る前しこったティッシュを捨てるのが面倒で枕元に置いてたんじゃが、朝起きたらよ、ほらティッシュに村の地図が浮かび上がっとってな、能力者の一人スプラッシュミルクの通り道が書かれとる。あいつの今日の行動を予言しとるみたいじゃ。俺はこの能力ザーメンフォアキャストかっこ静止予報でナッツクラッカーを抹殺したい。じゃがな、一つ分かったことがある。朝から何回しこってもスプラッシュミルクしか予言できないんじゃ。で能力研究者に聞くと、行動を予言したい能力者を置かずにオナニーしなきゃならんらしい。ナッツクラッカーじゃ抜けねえよ。何言ってんの。能力名が分かんない。ラジオネームシシ肉食べますか。おい有吉、ついにおいで村の超能力者バトルも佳境を迎え、2人の村人による最終決戦始まった。会場は満員。一人は祈祷からチンカスを無限に生成することができる能力、チンカスダイヤモンドの山田さん。生成したチンカスさ四方八方に飛ばして攻撃してくる。もう一人はどす黒い腐り果てたチンコから激臭を飛ばして周囲の人間を殺すペニスヘイズの小池さん。いよいよ二人が対決。その前に村の医者によるメディカルチェックが行われた。医者の判定は、こいつらただの性病だわ。シーン。村中が静まり返った。全員狐につままれたような顔してその場は解散。その晩から2人は行方不明となった。ところでオラの能力デスウィッシュの解説なんじゃが、これはオラが殺したいと思った人間を必ず殺すことができる能力じゃ。目をつぶって顔を思い浮かべるだけでその人間はこの世から消える。もうすぐ2人がいなくなった時間じゃな。超能力者バトルなんて言うからおじけづいとったが、こんなことならオラが出ればよかったわ。めちゃめちゃ強いやついたの。シンプルにすげえ強い。終わります。終わりますか。宣言されました。やってもいいですけど終わりますか。このおいで村をもう終わりましょう。もうダムの底に沈めます。沈めますね。放水開始。能力者も皆殺しだ。バッドエンドだな。ダムに沈めるっていう一番残酷なやり方。そのままで。ね。他のコーナー何にも決まってない。いいですか、沈めて。またなんかやりましょう。はい。以上おいで村でした。